茨城県立筑波工科高等学校は、茨城県筑波市屋田部に所在する公立の工業高等学校。略して、高科と呼ばれる。高科は、土井万水の作詞、田村虎造の作曲。前身は農業を教える学校であり、屋田部地域で初めてトマトや、玉菜の栽培が行われたほか、二毛作の思考、養豚、養鶏の奨励といった先進的な農業指導が、 行われた。1980年代初頭には、3学年合わせて、生徒数708人であった。2014年4月学科開閉により、機械科ロボット工学科電気電子科建築技術科に改変講師上、以下の2校を統合している。八田部女子農業補修学校は、1923年4月1日に開校した農業系の女子校、 修行年限は2年で、初年度入学生のみ1年であった。八田部町立補修学校の開校までの3年間のみ、独立校であったが、補修学校の開校後は、女子部として統合され、女子部は1946年に教学化するまで、存続した。八田部家正女学校は、茨城県筑波郡八田部町にあった私立の女学校。修行年限3年の本科と、 季節解説の裁縫課の2学科を設置していた。木村伊助が創立し、東京商科大学教授のミネマ新吉を県民校長に迎えた。開校当初から本科の生徒集めに苦しみ、1938年に茨城県八田部の学校女子部が移転するのを機に同校に統合された。八田部の不動松並木は茨城県立筑波高科高等学校の脇にあった。 約700メートルに及ぶ松の並木である。1958年に茨城県指定天然記念物となったが、松が枯れてしまったため、指定は解除されている。筑波高科高等学校の交渉は、この松並木にちなんでいる。八田部藩の二代藩主、細川沖政が1618年に下谷国、茂木から陣屋を移して、町を整備した際に、 江戸へ至る街道沿いに植えたものだという。黒松が中心であったが、赤松や杉も数本見られた。矢田部に杉たるもの三つあり、不動並木に、広瀬あまね旅、飯塚いが七と呼ばれ、矢田部の象徴的な存在だった。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス緑の駅、万博記念公園駅、研究学園駅から筑波ス、矢田部シャトル、筑波工科高校下車。 公式サイトの遠隔では、八田部町立筑波実習学校として、創立と記載されている。ありがとうございます。